ブレナボンはウェールズ南東部にある町で、その産業景観は世界遺産にも登録されている。ポンティプールの北にあるアブン・ルイド川の源流にあたる丘の中原に位置し、人口は6349人である。スウェーデンに見られるブレナボン製の線路、ブレナボンは1788年に始まった製鉄業で成長した町である。その遺構の一部は博物館になっている。 成功と炭鉱が続いて成長して町も賑わい、一時は町の人口が2万人を超えていた。しかし、1900年に製鉄業が終焉を迎え、1980年には炭鉱も閉山された結果、町は衰退し、失業率の高まりと人口の高齢化が進んでいる。町の観光名所には、ビッグ・ピット国立石炭博物館ブレナボン製鉄所、 ポンティプールブレナボン鉄道のほか、ブレナボンの歴史的に重要な山々にある古い作業場群などがある。ビッグ・ピット国立石炭博物館はヨーロッパ作業遺産の道のアンカーポイントの一つである。1980年に炭鉱が閉山された後、1983年に観光客向けの体験型の博物館として再出発した。 観光客はかつて使われていた姿を留めている行動を交付に噴して見学することができるようになっている。観光用の行動としてはイギリスで最大級である。観光客が多く訪れる観光地になっており、街には経済効果も大きいが、開設当初見込まれていた雇用喪失効果は極めて限定的である。製鉄業の街としてのブレナボンに残る産業景観は、 ユネスコの世界遺産に登録されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ブレナボンの古書店街炭鉱閉山後の衰退の中で平穏ワイに続いてウェールズで2番目の古書店街になろうという試みも行われた。しかし、それによって観光客を呼び込もうという狙いはうまくいっていないようである。これは 偏僻な場所に立地していることなどに起因している可能性がある。とはいえ、地元の関心と投資は、町の大通りをかつての姿から一変させたし、潰れずに残っている数少ない古書店には、質の高い気候本の在庫がある。町には、多くの活気のあるコミュニティグループがあり、例えばその一つであるフューチャーブレナボンは、町のふもとにコミュニティガーデンを作る手助けをしている。 チャンネル4の歴史、考古学系のテレビ番組、タイムチームが2001年2月放送分でブレナボンを扱った。テーマは、失われた高架橋を探すというものだった。この橋は、世界最初の鉄道高架橋で、鉱石を積んだ荷車を馬が引いていたという。これは1790年に建造された、全長40メートル、高さ10メートルの橋だったが、 25年のうちに消え失せてしまった。取り壊されたという記録はないことをもとに、取材グループは場所の特定を進めると同時に、まだそこにあるかどうかを確かめようとした。この結果、調査最終日に当たる3日目の午後遅くに、土と瓦礫の12から15メートル下に、丸天井を備えた高架橋の上端が姿を現し、まだ立ったまま渦漏れているらしいことを伺わせた。 しかし、発見が最終日遅くだったこともあり、安全上の理由から、グループはそれ以上掘り進むことはできなかった。とはいえ、この発見は今後本格的な発掘が行われた時にはより大きな成果を上げられることを意味している。ありがとうございます。